みんな、いい知らせがある。システムの調査結果によると、漁師の海は20時間後に短い安定状態に入るようだ。行動するならその時がチャンスだろう。だから今日中にデザイアジェムの場所を特定しなければならない。何かブローニャにも手伝えることはありますか？ブローニャ、君は賢いけど、コーシーの積分定理はまだわからないだろう。確かにブローニャにはわかりません。だから別のお願いを聞いてほしい。この子たちをどこかに連れて行ってくれ。静かに作業できる環境が欲しいんだ。はーい、おはー、遊びに来たわよ。ロザリア、もう朝じゃないよ。どうしてカカリアのところじゃなくてこっちにいるんだ？私たちと行動するようにカカリアが指示したそうよ。今敵はいないんだけれどね。ブローニャ、少し遊んできてあげなさい。ロザリア、リリア、博士の作業を邪魔しないでください。外に行きましょう。やったー、ブローニャと一緒に遊べるわ。何して遊ぼうかしら。かくれんぼはどう？今日は3人いるもの。かくれんぼは好きだよ、動かなくて済むから。ブローニャはあまり好みません。他に選択肢はありますか？あ、そうだ。せっかく観客がいるんだから、私たちのステージを見てもらうのはどう？ステージ？きっと驚くわ。ブローニャがいなくなった後、リリアと偉業を成し遂げたんだ。実は大人気子役グループモッカガールとしてシベリア芸能界でデビューしたのよ。カカリア孤児院限定だけどね。毎年数えきれないほどの公演があって、本当は1回だけ。毎回満席で、観客はみんな孤児院の子だしね。座れずに立ち見するお客さんまでいたの。椅子が少なかったの。全部で3つしかなかったから。やっぱりかくれんぼにしましょう。指示を。地形を観察中。目
しょう。ファイヤー、無条件射殺許可確認。ファイヤー、発射。目標遅く、ファイヤー、目標遅く、ファイヤー、射撃開始。目標遅く、ファイヤー、一緒に隠れているんですか？隠れるのがめんどくさいからロザリアについていけばいいかなって。私たちの負けね。罰ゲームとして約束通りブローニャにウォッカは涙を流さないを披露するわね。ブローニャはそんな約束をした覚えありません。脚本はロザリアが書いたよ。字は汚いけどいい話なのは保証するよ。すみません、ブローニャはタイトルからそこはかとない地雷臭を感じます。でもいいです、続けてください。第1幕。昔昔、氷と雪に包まれたシベリアでのこと。その日、ボーリ孤児院に新しい仲間がやってきた。僕はアレクサンダー・アレクシエビッチ・ドストエフスキー、アレクセイ・グリゴーリエビッチ・ドフトエフスキーの4人目の子供だ。ブローニャは前言を撤回します。かくれんぼを続けましょう。なんでよ、あれ、エフスキーに何か不満でもあるの？名前を覚えられないのなら、そんな名前を付けなければいいと思います。ブローニャ姉さん、私たちの話本当にみんな気に入ってくれてたんだよ。そのみんなとは誰ですか？子猫とか子犬とか鳥とか石？あと崩壊獣よ。久しぶりだわ、こんなに嬉しいの。まるで昔に戻ったみたい。孤児院の広場でみんなで遊んでいた頃に、ブローニャ、ソフィア、イサベラ、セーレ、みんながいた頃に。お母様と共に行動している子はあなたたち二人だけなのですか？いろいろあって今は私たち二人だけよ。幼い子たちは孤児院に残ってて、シマールが世話係になってる。あのシンが世話係？ブローニャには想像できません。ブローニャ、少しいい？見せたい場所があるの。地形を観察、任務完了。待機モードに移行。ここは？偶然見つけた島だよ。
開炎城から剥がれ落ちてできたのかもしれない。とても綺麗で、童話の中の世界みたいでしょ。4ヶ月間、私たちはずっと天命に追われて、隠れ続けてきたの。潜伏先は廃墟、荒野、捨てられた都市ばかり。ここを訪れた時、夢を見ているような感覚に陥ったわ。この世界にこんなに綺麗な場所があるなんて想像もしてなかったから。まるで天国みたい。執行命令なし。目標補足。ファイヤー。ファイヤー。目標補足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 。ファイヤー。無条件射殺。目標補足。ファイヤー。目標補足。ファイヤー。目標補足。ファイヤー。射撃開始。目標補足。ファイヤですか。イザベラ、ブローニャ姉さんが来たよ。ごめんね、ブローニャ。内緒にしてて。せっかく再会できたから、会わせてあげたかったの。わかっています。ロザリア、謝らないでください。地形を観察中。ことですか。大崩壊のせいで何もかもがめちゃくちゃになって、その時に子供がたくさん亡くなったの。天命に追われて逃げ続けて、安心して眠る場所すら見つけられなかった。このお墓はカカリアお母様と一緒に建てたの。この島のことを教えたらお母様も気に入ってくれたから。ここは雪原とも孤児院とも違って外の世界だって、見ているだけで幸せを感じられる場所だって。昔はこんな景色を見ることなんてできなかったけど、ここで眠り続けてる限りずっと見ていられる。気に入ってもらえてたらいいな。Thank you.
ブローニャ。ブローニャ。ブローニャは帰ります。もう少しここにいてくれない？ブローニャ、ダメかしら？ブローニャはたまたまここに来ただけで、あなたのことを許したわけではありません。ブローニャ。ブローニャの脳内にあるチップを使ってウェンディとメイ姉様を傷つけました。そのことをブローニャは一生忘れません。お母さんが悪かったわ。律者を捕まえる機会を逃したくなかったの。ブローニャも分かっているでしょ。律者の研究がうまくいけば。ブローニャには分かりません。あんなことをして、どうしてそう何もなかったかのように平然としていられるのですか？ブローニャには全く分かりません。嘘つき。そうだと思うのなら、それでいいわ。ブローニャは信じていました。ブローニャ姉さん、大丈夫？ごめんね、わざとじゃないの。お母様が今日ここに来るなんて知らなかったから。大丈夫です。ブローニャは二人のせいだと思っていません。ブローニャとお母様のことは気にしないでください。もうすぐ夜になります。帰りましょう。うん、帰ろう。明日デザイアジムを回収するとき、リリアと一緒にお手伝いするわ。うわリリアはもうダメみたいね。おやすみローザ。リリア、どうしたのですか？リリアは夜7時くらいになると眠くなるの。この子いくつになっても子供だから。こういう時だけお姉さんに見えます。殴るわよ。はいはい。ブローニャは知らないわよね。ブローニャが出て行った後、海辺で病気のリリアを今みたいにおぶっていたことがあったの。
そしたらたくさんの崩壊獣に囲まれてね。そんなことが。それでひどい怪我を負ったわ。お母様が駆けつけてきてくれた時の表情、今でも忘れられない。お母様のあんなに怯えた顔、後にも先にも見たことないから。ロザリア、あと少し遅かったら二度とブローニャにも会えなくなってた。お母様がね、助けてくれたの。不思議なお医者様を探して治してくれたわ。角と尻尾が生えてきて、体は以前よりも軽くなったわ。あれほど怖かったゾンビや崩壊獣も今じゃ相手にならないもの。リリアは居眠り病になったけど、これが最良の結果だったと思ってるわ。私もリリアも分かってる。お母様がした実験はブローニャに辛い思いをたくさん与えたこと。でもその実験がなかったらきっと私たちは助かっていなかったわ。大丈夫です、分かっています。ゼーレとブローニャがいなくなった後、お母様はよく自分の部屋に閉じこもるようになったわ。きっと悲しんでいたの。みんなの前では平気なふりをしていたけど、すぐわかるもの。後悔していると思うわ。あなたたちをあれほど大事にしていたから。後悔しても何も変わらないことはわかっているわ。でもお母様のそばには誰かがいてあげないと。だから私とリリアは残ったの。もっとお母様の力になれれば、孤児院のみんなも助けられて、リリアの病気も治るかもしれない。そしたらブローニャが嫌っていた実験もしなくて済むわ。昔はブローニャとお母様に守られてばかりだったけど、今なら私もリリアも一緒に戦える。ロザリア、ありがとう。これを観察中。任務完了。待機モードに移行。やっと帰ってきたね、ブローニャ。昔の友達とは楽しめたかい？さっきテスラ博士からメッセージをもらったんだけど、これを渡すように頼まれてね。これは？テスラ博士がメイのバトルスーツを作った時、君のデータを元にもう一着作ったんだ。君に渡すのを忘れていた。このバトルスーツはもう少し調整が必要だな。今からしよう。指示を。照準装置初期化完了。調整は順調だ。実戦に投入しても問題ないと思う。博士、漁師の海について少し聞きたいことがあります。うん、何を聞きたいんだい？ハイヘビがハイペリオンのメインシステムに侵入した時、ブローニャは
実験記録を見ました。1年前の実験でネゲントロピーの名手であるベルとヨウが漁師の海に閉じ込められていました。これは真実ですか？ああ、君たちの不安を煽ってしまうんじゃないかと思ってあえて伏せていたんだ。彼は自らあそこにいることを選択した。1年前漁師の海の探査実験を行った際、僕たちはある存在を驚かせてしまったんだ。それのせいで実験は失敗し、僕とベルトは海煙の目に吸い込まれた。ある存在？あれが何なのか僕にもわからない。唯一わかるのはあれが人類の敵だということ。ベルトが僕を漁師の海から逃がすとき、彼は残ることを選んだ。あの未知の敵と戦い続けると。助けに行かなかったのですか？できなかったんだ。ネゲントロピーの技術では到底無理だったんだ。それに軽率に行動したら逆に彼に迷惑をかけるかもしれない。ブローニャ、どうして急にこんなことを聞いたんだい？いえ、理由はありません。少し気になっただけです。漁師の海に幻想を抱くのはやめた方がいい。僕たちが軽々しく手を出していい場所ではないんだ。はい、わかりました。デザイアジェムの特定も終わったんだ。今夜はゆっくり休もう。明日から本格的に行動開始だ。様と偶然会ってしまい、ブローニャはいろいろと言ってしまいました。カカリアは謝ってくれた？いえ、でもロザリアはお母様が後悔していると言っていました。ブローニャはどう思うの？ブローニャには分かりません。鉄の錆と血の匂いが12歳になる前のブローニャにある唯一の記憶です。あの地獄からブローニャを救い出したのがお母様でした。家族、友達、愛情、ブローニャが欲しかったものは全てお母様がくれました。孤児院にいた2年間、あそこは永遠に変わることのない自分の家だとブローニャは信じていたのです。ですが、ひどいことをされた。リツシャがお母様にとってどれほど大事なのかブローニャは理解しています。お母様はリツシャを作り出すこと、捕獲することに犠牲を惜しみません。ただそれは孤児院にいる全ての子供たちを生かすためです。分かってはいるのです。でもそれでもブローニャはウェンディとメイ姉様を傷つけたくありませんでした。何も間違えてなんていない。ブローニャの選択は正しいことよ。どんな理由があれ、やりたくないことを強要させるべきじゃないわ。ましてや、あんなやり方で。ブローニャは、過去にお母様からいただいた愛情を否定しようとは思いません。
ですが、お母様がしたことは許せないのです。ブローニャは、お母様とどう向き合うべきなのでしょう。カカリアの子供に対する愛情は本物かもしれない。でも、彼女は尊重こそが本物の愛だと理解していないのよ。子供は成長するものだって理解しなければいけないわ。尊重ですか。大人になってもね、怯えたり迷ったり答えが見つからなかったりするときはあるわ。そんなときこそ逃げずに自分の選択に間違いはないと信じなさい。あなたはセイフレイヤ学園のトップにいる生徒、優秀なヴァルキリーで人類のために戦う戦士なの。すべてはあなたが選んできた結果だから。え、ブローニャ、自分を信じなさい。あなたはもう子供じゃないのよ。学園長にそういったことを言われるのはなんだか慣れませんね。私だってこういうことくらい言えるわ。からかわないの。でもすっきりしました。ブローニャ、頑張ってみます。ええ、ブローニャならきっとできるわ。ありがとうございます、学園長。執行命令、任務完了。待機モードに移行。ブローニャ作戦。開炎場から異常なエネルギー反応を検出。一体何があったんだ。調べないと。すぐにロボットを向かわせよう。ご用件は何でしょう。あ、偵察のためにまずはスピーカーの音声をオフにしてくれ。誰かが開炎場にいるのか。計画によるとアインシュタインが開炎の目に入るそうよ。子供には手を出さないでちょうだいね。この声はカカリアだ。やはり何かだけど、話してる相手は誰なんだ。それから戦火制裁に関する情報を入手したわ。気づかれた。ゼックス、反応がない。捕まったか。
あの声、どこかで聞いたような。カカリアが何か企んでいる。早くテレサさんに教えなければ。